そうそう、普通に入る。かなりスッと。もう一度手を入れてみてもらった感じいかがですか？あー、全然違う。お、どんな感じになってますか？さっきこんくらいで、うんうん、今こんくらい。お、めちゃくちゃ楽になりました。今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか？首と肩こりが昔から、中学生ぐらいからひどいのと、うんうん、反り腰での腰痛です、ね、なるほど、首肩腰ですね。はい。首をできる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、この時は突っ張る感じとか痛みが出るとかそういうのはいかがでしょうか？ないと思います。大丈夫ですかね？はい。で、首を下向き上向きってやってもらってもいいですか？下向き上向きやった感じは突っ張り感とかそういうのはいかがでしょうか？多分ないと思います。今はそんなに肩凝ってるなとかは感じたりしないですか？肩凝ってますね。あ、肩凝ってます。動きで、そんな動きで出さなくてももう凝ってるんですね。なるほど、かしこまりました。できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。まずは前からいきましょうか。 OK です、 OK です。じゃあ手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか？この時は痛みが出るとか突っ張る感じいかがでしょうか？後ろ多少腰痛いかなぐらいです。うんうん、なんか反りにくそうでしたね。激痛までいかないですね。激痛までいかないです。 OK です。じゃあ全部見ていきますので、横のベッドに移動お願いします。腰なんですけども、反り腰っていうことですけども、腰に手を入れた感じってどうでしょうか？結構スッと入る感じ。そう、普通に入るかなぐらい。ちょっと手失礼しますね、はい、あ、でも結構入りますね。かなりスッと、うん、もう一回ちょっと手入れてみてもらって、ちょっとこれぐらい今ね、ご自身の手が入るなっていう感覚だけ覚えておいていただいてもいいですか？はい、手がこうこんな感じっていうよりもここ行きそうですよね。私の手もかなり結構入りました。もう一回いいですか？すいません。OK です、OK です。なんとかしていきます。まず首から失礼しますね。楽にしておいてもらって。首硬いですね。硬いです。これご家族にマッサージさせるのはここですね。ね、ご家族の方マッサージせんでもいいようになんとかしていきましょう。じゃまず最初にこのままですね、ゆっくりと左向いてもらって、楽にして、肩の力、ダラーン、その、ね、楽にして、右向きます。大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと。そのね、吐き切る感じで、ダラーン。ちょっと引っ張りますよ。大丈夫ですか？はい。一度座っていただいてもいいですか？足伸ばしたままお座りください。一度胸を張っていただいて、そのまま後ろにもたれてきてください。で、首の後ろ、ここで両手を組んでもらってもいいですか？指と指をしっかりと結んだ状態で下向きましょうか。一旦脇を閉じてもらって、ゆっくり脇閉じていきます。で、後ろにもたれて顎を引いて、もう一回脇閉じて、もう一回脇閉じて、背中丸めましょう。後ろにまたがります。肩の力を出すと、もう一回背中丸めて、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと。もう一回丸めましょうか。で、もう一回指と指をしっかりと組み直してから、息を吸って、はい、吐いて、ふーっと。後ろにもたれてみてください。後ろにもたれて、肩の力もたれ、手を押しましょうか。で、下向いたまま顎を引いて楽に座ってください。
これでさっきと同じように、首をぐるっと回してみてもらった感じいかがでしょうか。あ、軽いです。軽くなってますか。後ろとかが。下の気分向きはいかがですか。多分動かしやすいと思います。OK です、OK です。左足を曲げます。膝を曲げてもらって右手引っ張りますよ。両肘を曲げます。このままお尻ちょっと前に行きましょうか。そうですね、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと吸われたら確認してもらって、今度逆向きで寝てもらってもいいですか。はい。じゃ今度右足曲げていただいて、ちょっとお尻前に行きます。このまま楽にしておいてください。じゃあですね、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーと。じゃあこのまま上向きで寝てもらってもいいですか。足伸ばしたまま、ちょっと骨盤周りを伏せていきます。
それでなんですけど、もう一度手を入れてみてもらった感じいかがですか？おー、全然違う。お、どんな感じになってますか？ここが、さっきこんくらいで、うんうん、今こんくらい。お、手届かなくなってますか？ちょっと腰、失礼しますね。お、すごいですね。入らない。入らない。全然入らなくなってるじゃないですか。いいですね。よかったよかった。左手もらいますね。一旦腕の力だらーんと楽にして、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふー、手を後ろに回しましょうか。背中に持ってきてもらって、肘を曲げます。肘曲げたまま、ゆっくりと後ろにもたれてきてください。だらーんともたれましょう。肩甲骨硬いんで痛いかもしれないですが、このままね、伸ばしていきます。じゃあ今度反対側で寝ましょうか。右手をもらいます。腕の力だらーんと楽にしてもらって、大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと、じゃ手を後ろに回してもらってもいいですか。背中に持ってきてもらって、じゃもう一度後ろにもたれます。胸だらーん、
いですよ、ゆっくりと起き上がってください。最初と同じようにまず首をぐるっと回してみてもらってもいいですか。逆回してみてもらって、今首は動かした感じいかがでしょうか。なんかめっちゃ可動域広くなった感じします。広がりましたよねめっちゃ広がりましたね。こんな動くと思ってないんです自分でめっちゃ動くやんと思っていいですね。 OK です OK です。首を下向き上向きやってみてもらっていいですか。下向き上向きはやってみた感じいかがでしょうか。軽いですね。軽くなってますか、うん、よかったです。できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。今腰の痛みはいかがですか。全然ないです。大丈夫ですか。はい、よかったです今日手術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか。バキバキのマッサージみたいなのは初めてしてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃ可動域が広くなったなっていうのと、うんうん、首周りとかその足のマッサージとかなんですけど、自分がめちゃくちゃ硬かったところなので、うん、足はめちゃくちゃ腰につながってるなっていうのをめちゃくちゃ感じたし、うんうん、首とか肩周りはもうされててめちゃくちゃ気持ちよかったですよかったです。楽になりましたか。はい、めちゃくちゃ楽になりました。よかったです。じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございました。